杉花粉症、杉花粉症、杉花粉症、ポラノシス・オブシーガーは、杉の花粉によって生じるアレルギー症状。花粉症の一つ。日本で見られるような激症的な杉花粉症は、他の地域には見られない。杉花粉症は日本で最も多い花粉症で、日本ではおよそ2500万人が患っていると考えられている。 日本の杉花粉は2月から4月まで飛散するため、杉花粉症の患者はこの時期に急増する。一方、杉が少ない欧米等では杉が原因となる花粉症は稀である。これは中央アジアや西アジア、ヨーロッパなどではそもそも杉が分布していないことが一番の理由である。欧米にも杉花粉症という病名はあるが、 このシーダーはもともと杉ではなくヒノキあるいは松を指す単語で日本の杉花粉症とは異なる病気、症状である。杉花粉症患者が多いのは日本などアジアの一部であり、世界的にはヨーロッパのイネカ花粉症、アメリカのブタクサ花粉症などが代表的である。また中国の一部にある柳杉による花粉症も日本の杉花粉症と禁煙もしくは同一と、 考えられている。花粉症の父と称される斉藤洋造が1963年前後から目や鼻にアレルギー症状を示す患者が増加したことから1964年に栃木県日光地方における杉花粉症ジャパニーズセラーパリノシスの発見という論文を発表。これが公式な杉花粉症の発表とされている。日本で1960年頃から 杉花粉症が急増した原因としては、農林水産省が推奨してきた大規模杉植林が主に挙げられている。戦後復興や都市開発などで、日本では第二次世界大戦以後木材の需要が急速に高まったが、一方で国内木材の供給量は不足気味で、林業の拡大と造林は当時の日本において急務であった。このため、農林水産省は、 戦後に拡大増林政策を行い、その一環として各地に杉やヒノキなどの成長率が高く健在としての価値が高い、樹木の植林や代替植樹を大堅ぎに行ったが、その一方で杉花粉の飛散量も爆発的に増加することになり、大量の杉花粉を暴露した日本人が杉の花粉症を発症することにもつながった。また高度経済成長を経て、日本では 林業が衰退し、木材も外国からの質が良くて安い輸入品に押されて、国内杉の需要が低迷するようになったため、大量に植えた杉の伐採や干ばつなども停滞傾向なり、花粉症原因物質である杉の個体数が増加していることも花粉症患者の増加傾向の要因となっている。一方で近現代の日本の都市化により土地が土や草原からアスファルトや コンクリートなどの花粉が吸着、分解されにくい地盤となり、一度地面に落ちた花粉が、風に乗り何度も舞い上がって、再飛び散るという状態が発生するようになった。加えて排気ガスや工場からの排気などの、光化学スモックなどを長期間吸引し続けることで、アレルギー反応が増幅され、次花粉症を発症、悪化させるという指摘があり、これら日本の都市化によって、 花粉症の発生の一般化が起こっている。これらの事象により、今日では離島などを除く日本各地で杉花粉症が発生するようになっている。杉花粉の大きさはおよそ30マイクロメートルから40マイクロメートルで、これは太陽中よりも少し小さい程度である。形状は楕円型で先端が少し突出した宝石型で、イメージとしてはドラゴンクエストシリーズのスライムに近い。 花粉の周囲は殻に包まれ、殻には微小な突起が見られる。杉は風媒花であり、杉花粉は風に乗って遠距離を飛散する。その飛距離は数十キロメートル以上、時には300キロメートル以上も離れた場所から飛んでくる。花粉は1日の平均温度が10度くらいになると飛散を開始し、特に2月下旬から3月にかけてが飛散量が多く、 ピーク時の杉山では俗に花粉雲と呼ばれる大量の杉花粉が飛んで一面に黄色い霧がかかったような状態になる。杉花粉は風や地形などによって空中花粉数が異なるため日本では春先になると天気予報などにおいて杉花粉の飛散量を予測する杉花粉情報、口実が報じられる。傾向的にアレルゲンである。 杉花粉の飛散量が多ければ多いほど、杉花粉症の発生患者は増加傾向となる。また花瓶症が高い状態では、少しのアレルゲンでもアレルギー症状を発症するため、大量飛散の翌年は、たとえ飛散量が少なくとも症状が軽くなるとは、限らない。症状としては、花粉症の4大症状であるくしゃみ、鼻水、鼻詰まり及び目のかゆみに加え、 咳などの喉の疾患や肌の痒みなどが発生する。重症化すると、頭ダや気管支炎などの気管支疾患や頭痛、発熱が発生する。一方で、スギ花粉のアレルゲン性は低い方であるため、他の花粉に比べて、アナフィラキシーショックや高校アレルギー症群の症例は非常に少ないものの、重症患者が極端に多量のアレルゲンを体内に取り込んでしまった場合は、 ごく稀にショック症状を示す場合もある。また、杉花粉症が一般化、大衆化していることから、重症患者の中には中には、杉花粉を見ただけで、マイナスプラセボ効果、ノセボ効果によって、花粉症の症状が発生するものもいる。このほか杉花粉症患者の7割前後は、ヒノキの花粉症を併発しているとされており、ヒノキの花粉の飛散は5月まで続くことから、 平発患者は3ヶ月から4ヶ月もの長期間にわたって花粉症の症状を苦しむ場合がある。スギ花粉症が日本における国民病であることから日本では数多くの治療が試みられている。本疾患の特徴としてスギ花粉症はアレルギー症状であるため現時点では根治療法が存在しないとが挙げられよう。従って現在一般には 対象療法が行われている。処方薬物としては、抗ヒスタミン薬や、第2世代抗ヒスタミン薬などの抗アレルギー薬や、ステロイド、t h に活性阻害薬、漢方薬などが用いられており、また飲み薬の他に、点尾薬や点眼薬などの外用薬もいられている。特徴として、杉花粉の飛散期が2ヶ月以上、ヒノキ花粉症も含めると3ヶ月以上と長いため、 長期にわたる投与で重篤な副作用の顕在しやすい薬品を用いた処方は、重症の場合を除きあまり進められていない点が挙げられる。例えばセレスタミン、ベタメタゾンと D、クロルフェニラミンマルイン酸塩の配合剤は、内服副腎皮質ホルモンの分類上、抗炎症作用最強の長期作用型が含まれており、一般的なステロイドの副作用を考慮する必要がある。 重症時以外の杉花粉症患者に長期間投与するのには向いていない。ただし、医師の中には、こうした長期投与が進められない薬を万全と長期間処方している場合があり、医療機関に受診する場合は注意が必要である。対象療法の他には、アレルゲン免疫療法などの原監査療法があり、日本では杉花粉症に対して有効率は、 約80%という成績が報告されている。従来の皮下投与、注射による原監査療法に加え、舌下日パンなどを起きて化する舌下原監査療法が行われている。原監査療法は治療終了後も効果の持続が期待できるため根治療法に近い方法であるものの、一方で、速攻型の治療法ではないために数年のスパンで治療を考慮する必要がある。 なお、2014年現在保険適用のある、治療用アレルゲンエキスは、赤松、豚草、蕎麦など、多数あるが、舌下原管査療法に用いる、舌下液は、杉花粉症に対応する、シガトレン、標準化杉花粉エキス原液のみである。この他に、レーザーで鼻の粘膜を焼く方法や、ビナミダ肝閉塞症に対する処置、手術など、 物理的に症状を抑える治療法もある。また治療法ではないが、ゴーグルやマスク等で花粉との接触を防ぐ、方法空気清浄機で空気中の花粉を除去する方法で、そもそもアレルゲンとの接触の機会を最小限に抑える手段は医学的治療と併用されることが多い。なお、花粉症に効くと称した民間療法や食事療法も多く存在するが、 これらに関しては、治癒実績や科学的根拠の乏しい治療法も多い。日本では患者が多い杉花粉症に対して、花粉の飛散状況について大衆に周知するシステムが発達している。花粉飛散開始日とは、環境省花粉観測システムの花粉自動測定期、ダーラム型花粉最終期にて1、平方センチメートルあたり1個以上の花粉が2日。 以上連続して観測された最初の日を指す。注意点として、飛散開始日はあくまでも観測上での日時であることが挙げられよう。つまり実際には飛散開始日よりも前にごく少量の花粉飛散が始まっているため、敏感な患者は飛散開始日より前に発症する場合もある。日本の組織的な杉花粉の調査は、1965年に、 今の国立病院気候相模原病院が開始したものが最初である。その後環境省をはじめ日本気象協会や各都道府県の自治体及びウェザーニューズなどの民間の気象会社などで杉花粉の飛散量の予報、測定を行っている。ちなみに上記の国立病院気候相模原病院の分析結果では 現在の花粉量は九百六十五年当時の二倍から三倍程度となっており、杉花粉症が社会問題化した頃である九百八十二年の、飛散量は九百六十五年の約四倍達している。発症者が増えた原因の第一は、花粉飛散量が増え、それに暴露されたものが増えたためで、飛散量の増加の原因は、戦後に植樹された杉が九百七十年頃より、 次第に花粉生産力の強い樹齢0程度に達したためと考えられている。日本気象協会が日本で初めて一般向けに杉花粉情報を開始したのは1987年3月9日で1985年より行われている東京都衛生局の予測等をもとに東京都心と多摩地域向けに毎日の飛散予報を出たのが始まりである。同年には 京都市、仙台市なども住民サービスとして情報を出すようになり、現在では新聞、テレビやインターネットなどで地域ごとの毎日の飛散予測が出されている。この他に前年の晩秋には杉のつぼみの様子などから翌年春の杉花粉飛散量の予測が日本気象協会や気象会社などから出され、同時に平年に比較して、 飛散量が多いか少ないかの予測も出され、晩週に発表するのは、杉の着火量が主に夏の天候に左右されるためで、もちろん杉花粉予測も秋冬の天候以下では、長期予報と同様に外れる場合もある。なお、平年とは、過去10年平均であり、2000年以降は、その平均値そのものが増加し続けているため、予測値の解釈には注意が必要である。日本では、 花粉症に対する農林水産省等の対応が遅れてきた。1990年度に杉花粉症に関する関係省庁担当者連絡会議が設置され、1994年度より当時の科学技術庁によって数年間にわたるスカフン症克服に向けた総合研究が実施された。2004年度からは会議の名称が、 花粉症に関する関係省庁担当者連絡会議と改められ、2005年度からはようやく基礎研究などよりさらに踏み込んだ体的な取り組みがなされるようになった。こうした行政の動きに関しては、1995年に自民党内設立された花粉症等アレルギー症対策議員連盟、通称ハクション議連をはじめとする各種花粉症対策議連が、 本格的な対策の推進を各所に働きかけるようになったことが大きく影響している。これにより、花粉症を含めたアレルギー対策に関する予算が急激に増加し、2002年度のアレルギー関連予算は7年前の27倍に達する73億7200万円にもなっている。行政が行う花粉症対策とは、基礎研究や治療法の開発、 花粉飛散の予報技術の向上などが主であり、杉ひの木花粉発生源、主に杉ひのきの人工林への根本的な対策は進んでいない。一方で質が良くて安い輸入木材の普及による林業の荒廃、林業従事者の減少の問題などから植え替えや伐採も難しくなっている。一策として、日本では無花粉杉や小花粉杉などの杉花粉が 呼びにくい品種への転向も検討されている。実際に林野町は2005年に今後5年間に60万本の無花粉杉を植えると発表している日本全体の杉林は合計で約453万ヘクタールもあるためこれらの杉林を全て移行するのは非常に難しい問題となっている。変わった例としては東京都において2006年度より 花粉の発生源である森林への対策を取りまとめ、多摩地域の杉林の伐採及び、花粉の少ない品種の杉や、紅葉樹への植え替えなどを50年計画を行い、今後10年間で花粉の量を2割削減する事業を始めることになったが、その理由の一つに、都知事を務めていた石原慎太郎自身が2005年に花粉症になった点があった。この点について、 石原は2006年3月10日の知事会見で、それは私、今まで花粉症じゃなかったけど、去年ある時なってから、急遽、問題意識が、人間ってそんなもんだよ、それはと認めている。日本においては、花粉の少ない杉への移行はスムーズには、進んでおらず、新しく植林される杉も、花粉対策がされていない杉が多いのが現状である。2013年には日本で、 約1600万本の杉が新しく植えられたが、そのうち花粉が少ない種は全体の10%強にとどまっている。原因に花粉が少ない品種が木材としての実績が薄く、林業関係者の間で保守的な対応があるためだと林野町担当者は指摘している。一方で国産林種病協同組合連合会の担当者は花粉が少ない杉の認知が 業界に広まってていいいいるる。ととは言い難いと主張している北海道の大半や沖縄県では、杉花粉の飛散が少なく、杉花粉症の患者数も、全国で非常に少ない水準にある。このため、非花粉地と呼ばれる、花粉症患者が花粉症の時期のみを過ごす地を設ける、勘案が存在する。これについて、2005年に、北海道十勝市長官内の上守幌町が、非花粉地として、 名乗りを上げたほか、続いて2006年には、鹿児島県の奄美群島も、療養や、雇用目的の花粉症患者の誘致を始めいる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。